スリープリークス講師の大鶴です。今回はネイティブインストゥルメンツのコンタクト対応ブラス音源セッションホーンズについて解説をしていきたいと思います。このセッションホーンズはコンプリートのアルティメイトにも含まれてますし、単体で買ってもリーズナブルな音源ですから、お持ちの方も多いんじゃないでしょうか。はい、それでは早速使い方に入っていきたいんですけれども、今セッションホーンズのパフォーマンスの方を立ち上げてます。でこのパフォーマンスとこうあともう一つシングルアーティキュレーションってありますけれども、この違いはですね、パフォーマンスの方はベロシティですとか、あるいはピッチホイールで双方切り替えができるんですね。でシングルの方はですね、その名の通り1種類の双方しか使えませんので、メインはこのパフォーマンスの方を使って、で双方を補強したい時にシングルを追加していくという使い方が一番いいんではないかなと思います。でこのパフォーマンス開いたらですね、まずこのセクションを選ぶところから入りましょう。最初はこのフルセクションというものが入っています。でその名の通りトランペット2つとトロンボーン、それからテナサックスですね、これが全てが含まれているセクションですね。はい、音出してみると今全ての音がユニゾンで鳴ってますけれども、ここからセクションを選ぶと基本的には本数を減らしていくことになります。例えばトランペット1本減らしましょうとかですね、あるいはこう2本にもしてしまうと、トランペットだけとかですね、トランペットトロンボーンだとか、このようにセクションの組み合わせを選んでいけますので、楽曲に合わせてチョイスしていただければいいんではないかなと思います。はい、そして次に選ぶのがこのベロシティスイッチですね。セッションホーンズは双方の切り替えの方法として、強く弾くベロシティ強めにこう入力することによって別の双方を呼び出すという機能が入っています。で今デフォルトでは FOPICRE というちょっと謎の呪文のようなものが入ってますが、これはフォルテピアノクレッシェンドの略になってます。これ何かっていうと、まず最初フォルテなので強く吹き始めると、でその後1回ピアノ弱くしてクレッシェンドしていくと。実際音聞いてみましょう。はい、このようにですね、ブラス特有のこう緊張感ですかね、そういうのを出していくときに使えるんじゃないかなと。あとですね、これ頭のフォルテの部分だけ使って、いわゆるフォルテだとか、あとフォルテによるスタッカートとか、そういうのも表現できてしまいますので、一番汎用性の高い奏法ベロシティスイッチの選択肢なんではないかなと思います。で他の奏法をご紹介しておきますと、まずこのリップというのは、これグリッサンドして上がってそのノートノートに入っていくと、こういうちょっとこうファンファーレのようなこう勇ましい感じですね。それからグレースノート、これはもうごく近い音からの装飾音ですね。こんな感じ。それからシェイクはですね、これは上下に揺らします。こんな感じですね。それからフォルティピアノクレッシェンドも、もう一つタイムっていうのがありまして、これはですね、楽曲のテンポに合わせてくれます。テンポに合わせるといっても合わせ方は1種類で、フォルテピアノクレッシェンドの一連を1小節分、その楽曲のテンポで1小節分に合わせてくれるというものですね。それからスタッカーティッシモ、これは本当にごく短いノートですね。それから最後マルカート、これははっきりと弾く、長さがこれも決まってますね。短くはっきり、スタッカートほどじゃないんですけど短くはっきり、まあ、そういう時だけに使うというものなので、まあ割とこう使われる場面限定されるもの多いですよね。そういうものは別にシングルアーティキュレーション立ち上げて、別のミディトラックから情報を受けて作っていくと。なのでこのパフォーマンスではとりあえずフォルテピアノクレッシェンドに設定しておけばよいかなと思います。はい、それからベロシティスイッチ以外で双方を切り替えていく方法として、ピッチベンドホイールを使ったドイとフォールという2つの奏法があります。ピッチベンドホイールは上げて弾くとドイと上に上がっていく奏法ですね。それから下げて弾くとフォール、その名の通り下がっていく奏法ですね。そしてその奏法が発動するタイミングをこのコントロールというタブのところで切り替えることができます。今はドイツフォールズオンノートというところに入ってますけれども、これをオンリリースの方に切り替えると、鍵盤を離した時にこのドイトとフォールが起動するようになります。実際にやってみましょう。
ピッチベンドホイールを上げて弾き始めます。そして離す、離した瞬間にドイトになりましたね。ポールも同じです。下げて弾く、離す、この離した時にフォールになります。まあ大体その伸ばした音の後にこのドイトとかフォール入れていくことが多いですし、短くしたければ短くもできるので、基本の設定としてこのオンリリースにしておいた方が汎用性は高いかなと思います。はい、それではメインのタブに戻って、次はこのボイシングアシスタント、こちらを解説していきますね。最初はポリフォニックってなってるんですけれども、このポリフォニックモードというのは1音弾くとこのフルセクションの全ての楽器がユニゾンで鳴っています。なのでこの状態でドミソなどを弾くとフルセクション4本かけるの3でこう12本分の音が鳴るという状態ですね。なのでちょっとこのホーンのセクションとしてはかなりこう大きくなってしまうと。なので和音で構成をしていきたい時のおすすめのモードとしては、この一番上のスマートボイススプリット、これをおすすめします。これを使うってドミソと吹くと、この4本の構成っていうのを崩すことなくですね、それぞれの楽器に最適なボイシングを設定してくれるということですね。なので1トラックで和音構成作っていきたいときは、このスマートボイススプリットを使っていくとよりリアルな構成っていうのを再現していけるんではないかなと思います。それからもう一つ便利な機能として、このオクターブというところですね。今ドロップオフって出てますけれども、このメニュー開くとドロップファースト、セカンド、サード、それからファーストプラスセカンドっていうのが選択できます。通常ドロップというボイシング法は和音の中の特定の高さの音を1オクターブ下げるというものなんですけども、このセッションホーンズの場合はちょっと特殊で、このセクションの中の特定の楽器を1オクターブ下げるという仕様になっています。特にですね、一般的なドロップのボイシングの考え方と違って、このセクションの中で低い声部を担当する方からファースト、セカンド、サードと数える法則になっていますので、この点もご注意いただければと思います。はい、それではドロップセカンドを使って音を出してみましょう。はい、テナサックスの音が1オクターブ下がりましたよね。このようにスマートボイススプリットとドロップの組み合わせで簡単にオープンボイシング構成していけますので、ぜひ活用してみてください。で、和音でない時ですね、メロディーなどを吹く時のおすすめの構成としては、レガートでドロップさせる方法ですね。こうするとこんな感じでつながりもよく、かつオクターブでユニゾンができますので、迫力のあるメロディーを奏でていけると。このあたりの使い分けや組み合わせでかなりいろいろなことができるんではないかなと思います。はい、それでは今回の最後に、このセッションホーンズの中での音作り、サウンドメイクについて簡単に触れておきたいんですけれども、使うのはこのサウンドのタブ、ここを開きます。この一番左にセクションミックスっていうのがあるんですけども、ここで結構雰囲気が変わってきます。今トランペッツアップという設定になってますけれども、これは結構トランペットが派手になる仕様ですね。で、メニューを開くとこれだけいっぱいあってですね、まあ一つ一つ音確認をしてみていただきたいんですけれども、割とニュートラルなものでおすすめはこのスタンダードセクション3というものですね。変えて弾いてみましょう。これが全体がまんべんなくなっているものかなと。それからこのヒューマナイズについては、まあデチューンって書いてある名の通り、多めに入れておくとこうランダムにピッチが揺らいでくれるというものですね。これで人が吹いてる雰囲気を出していく。それからステレオの広がりっていうのもここで変えていくことができますね。これ広げていくと、狭めると、はい、このようにだいぶ雰囲気変わってきます。このヒューマナイズとかステレオ、それからサウンドのところはですね、後のミックスではなかなか変えにくいものなので、この時点で音決めをしておくといいかなと思いますね。はい、というわけで今回はセッションホーンズの基本的な機能、奏法の切り替えやボイシング、それから音作りについて解説をしてきました。で、次回引き続いてですね、打ち込みのコツなどをお話ししていければと思います。はい、それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。